フィルムに対するオマージュっていう側面も、まあ、ありますけども、それが一番大きいわけではなくてですね、やはりあの震災で3月12日に東北大震災原発 の、 あの映画を2本立て続けに作った後、もっと日本人に、明るくさせる面白い、エンターテインメントを作りたいと、そういうのが一番大きかったと思います。この映画の、脚本は、約20年前にすでに書いてたので、当時は僕は、ここにいる長谷川博樹君をする自主映画の監督、どこにも持ってっても全く企画が売れない映画監督、になりたい、青年の役、これが彼らは当時の僕です。そして当時20年前に書いた時、僕もやっぱり長谷川君の役と同じようにどこに持ってっても映画が作れない状況で、その時に書いた台本です。ですので、そういった、映画に対する強烈な作りたい、映画を作りたいという映画愛、映画に対する愛情というものは、まあ作品の脚本の中にほとばしっていると、思います。10年前は の脚本で、今回さっきおっしゃったように、ちょうどそのフィルムがなくなる時代にこの脚本が作るんで映画ができるということで、そういう意味では、脚本をリライト、書き直した部分というのはやはりフィルムというものに対する、オマージュという側面は新たに書き足しました、書き加えました。